はい、おはようございます。ブラッシュミュージックのウェルカムマンです。このポッドキャストはミュージックビジネスセッションということで、最新音楽ニュースや、時事ネタなどを用いて皆さんにお届けする音楽ビジネス情報番組となっております。早速ですが、今回紹介する、ニュース、 Spotify ポッドキャスト強化は2020年も止まらない、広告収入リスナー急増のポッドキャストでどこまで音楽との融合は可能かと、そういったタイトルでオールデジタルミュージック、僕も大ファンでございます、 J 小上さんのホームページから、引用させてもらってます。サブスプリクション型の音楽ストリーミング Spotify は、急成長が続くポッドキャスト事業の強化を目指して新たな人材採用に成功しました。米大手政治メディアハフポストで編集長を務めたリディア・ポル・グリーンは3月末に同社を去り、 Spotify が買収したポッドキャスト制作スタジオギムレットメディアのコンテンツ統括に、就任することを明らかにしました。はい、まずここが1点、ちょっ と、重要なところだけ皆さんにお伝えしていきたいと思います。そういう買収によって Spotify はどんどんポッドキャストに力を入れ、大きくなっていると。でその中で2020年に入ってからも Spotify のポッドキャスト事業強化は止まっていません。2月には多数のポッドキャスト番組を制作する米スポーツメディアザ・リンガーを買収しました。ザ・リンガーではスポーツを軸にカルチャーやエンターテインメントまで30近くの多種多様なポッドキャスト番組やインタビュー番組を配信しています。またオンラインメディアの運営や動画制作スタジオ、ドキュメンタリー映像制作、出版事業も手掛けています。ザ・リンガーではポッドキャストの広告売上では、約16億円を以上を上げていると。2018年のクォーター4の時点でポッドキャスト番組のダウンロード数は毎月3500万以上と、好調なアクセス数からさらなる収益化が期待できるというふうに言われています。そういうふうに予測されています。ということで、ニュース系ポッドキャストとか、スポーツ系ポッドキャスト、ビジネス系ポッドキャストっていうのが、非常に今ピックアップされてとか数字が伸びており、視聴数を稼いでいるというところですね。じゃあでは今後問われるポッドキャストの音楽との相乗効果っていうところにフォーカスしていくと、レコード会社やアーティストの収益源として考えた場合、ポッドキャストの広告収入はサブスプリクションではストリーミングや CD、ライブビジネスの売り上げには到底及ばないのが現状です。またポッドキャストを起点にバイラルヒットが生まれ世界的ヒットにつながるという例も現在では存在していない状況で、需要が高まるポッドキャストにおいて音楽作品の収益分配を行う機能と仕組みは急速に求められています。ビジネス面に目を向けると、音楽業界とポッドキャスト業界の連携は進んでいます。ポッドキャストを使った新しいビジネスモデルの構築やアーティストの、今までにない施策が活発に進んでいます。これらの取り組みや仕組みはアーティストやレコード会社にとって新たな収益源を確保することで有効的でもあります。実質筆者の近くでもポッドキャストに関する取り組みが増えています。さあ、ちょっとここまでで振り返っていこうと思います。現状、音楽に関して、ビジネスモデルが確立されていないというふうに言われています。僕のこのポッドキャストの番組を振り返っていただければ、内容がわかると思いますが、特に日本ではポッドキャストが全然、盛り上がりを見せていない大きい理由が、ここの収益源の問題とされています。あとは、ラジオがやはり強いという部分ですね。特に、海外まではちょっと調べないとわからないところありますが、日本のラジオ局の場合は非常にこうイベントとか、あとはメーカーさんとか、いわゆるこうプロダクションとかとの連携が非常に強い。また、出版プロモーションとしてアーティストの著作権を、ね、持っている、出版権を持っているメディアが多いので、その絡みの中で、これは言っていいか悪いかっていうレベルでもあるんですが、ポッドキャストがビジネス的に盛り上がらないという、いわゆる日本の、ビジネスモデル自体がポッドキャストを押し上げることができない、構図になっていると僕は感じています。
実際この、音楽での収益化っていうところに関しては、特にアメリカの方とか、ヨーロッパの方ではまだまだ収益化に問題があるとは言っていますが、日本では もともとポッドキャスト自体がまだそこまでシーンとして盛り上がっていないので収益化どころではないよねっていう話では現状あります。なので、じゃあなぜですね、ウェルカムマンがこういうことを発信しているのかということでいきますと、僕の予測では 1,2 年後、もしくは1年後だと思っているんですけど、音声ビジネスがさらに盛り上がりを見せていくっていうところと、ポッドキャストが、今はまだアメリカ、ヨーロッパの方で、特にアメリカの方でシーンが強いというものがグローバル化していくなという見込みのもと、まずは、僕自身がこう、研究材料の一つとして、ウェルカムマンを研究材料の一つとして、ルーティンを作りながら定期的にしっかり配信していってビジネスモデルを見ていこうというコンセプトです。実際ですね、この配信する内容に関しては、大体10分ぐらいで僕は喋っているんですけど、調べること自体も、20-30分以内というふうに、まあ、ある程度自分では制限しながら今の音楽情報をキャッチしているんですが、この二次情報が、どんどんこう三次情報、四次情報となっていく、まあ、一人の人が SNS を一つ持つっていうのと同じようなイメージで、一人の人が一つのメディアを持って情報発信していくきっかけが今 YouTube とかポッドキャストで行われているということが、僕の研究結果に最終的にこれがつながっていくのかなと思っていてて、まあ、続けてるというのもあります。で、現にこの、調べていく中で、例えば僕はこれアンカーという、アプリケーションでポッドキャスト配信を行っているんですけど、実際あの広告を入れれるようにはなっていてて、広告を入れたいんですが、日本には対応していなくて、あの問い合わせてみたところ英語で、あの I'm sorry と、ジャパンではまだそういう仕組みがないんだっていう折り返しが来たっていう状況があるぐらい、海外のポッドキャストは広告を、ね、入れながら少しずつ個人でも発信しているところで、まあ、YouTube の広告と同じなんですが、同じような仕組みがあるものの日本ではまだ使用できないという現状があると。で、この辺を、まあ、しっかり、これはビジネスモデルを固めるためには、いち早くトライして研究を続けるというか発信を続けていくことが大事だなというふうに思っていまして、僕の今回この、ミュージックビジネスセッションを続けているというものもあります。まあ、今回ちょっとポッドキャストが、キーワードになってたので、まあ、改めてちょっと僕自身のコンセプトもお伝えしましたが、まあ音楽ビジネスをやっていく以上、この辺は皆さんもご理解いただければ非常に嬉しいなと、思っている次第です。はい。他にもですね、この記事の方に戻ると、アメリカではラジオ型ストリーミングサービスから使用料を徴収して分配する非営利団体サウンドエクスチェンジは、ポッドキャストや、企業やポッドキャスター向けに楽曲のマーケットプレイスの展開を2020年から始めると言っていたりだとか、レーベルおよび音楽出版社が権利を持つ楽曲をポッドキャスト番組で使用するため、グローバルライセンスをクリアした楽曲が揃うようになれば、よりね、ポッドキャスターが、自分の好きな音楽と情報を発信できるような環境になっていくんじゃないかなと、思っています。僕のですね、ポッドキャストの番組もう一つ、ロードトゥグラミーというのをやっていまして、こちらは、グラミー賞を受賞したアーティストだったりとか、歴史的背景を変えた楽曲なんかを紹介していく、番組なんですけど、今このライセンスのところがクリアになっていないので、 Spotify では、プレイリストを僕が作って、この楽曲の紹介とか解説をした後に、楽曲を、プレイリストに入れて流すという作業をやっています。要はこの、僕自身の番組で勝手に音楽を扱ってしまうと、いわゆる著作権としては NG にはなりますよね。僕自身がライセンスを、出しているわけではないので、 Spotify の中でプレイリストとして今表現するということにしております。なのでこの、サウンドエクスチェンジが、要は楽曲を使ってライセンスのところを分配する仕組みとか出てくると、一般のポッドキャスターが好きに楽曲を紹介していけるようになっていくのも、近い将来あると
いうことですね。これは逆にアーティストにとっても非常に嬉しいことですし、いろんなポッドキャスターだとか一個人の人が、簡単に配信できるデバイスになっていくので、自分たちの周りのファンの人たちとかが、自分の好きなアーティストを紹介して、その曲を流す。それがアーティストにとってちゃんと著作権印税としてバックされるという、僕としては非常にクリアな、ビジネスモデルであり、マネタイズ方式だと思っているので、ここも来年再来年、来年だと思いますが、交通整理が行われていくんじゃないかなという予測をしています。さあ、ということで今回は、僕も大ファンである J 小上さんの、ニュース記事をピックアップして二次情報として皆さんにお届けしました。それではまた次回お会いしましょう。ブラッシュミュージックのウェルカムマンでした。ありがとうございました。